こんにちは、問題提起の塊、中爪かばたり、クラベータータケちゃん、ゆみちゃんです。本日はですね、僕は珍しくちょっとメーカーさんに問題提起をしようかなと。おっと、アマチュアゴルファーにとって純正シャフトは長すぎるんじゃないか問題っていう、僕は勝手に問題化しました。これはもしかしたらプロブレムになるかもしれません。プロブレムです。そんなんやな。まずは、打ってみよう。はい、今回はですね、ズババゴルフとは珍しく、メーカーさんへの問題提起動画です。提案すんの？あ、まあ、どうすか、まあ、文句みたいな。意見買うな。やばい、叩かれた。やめろ。、はい、というのもね、実はまあ冗談抜きにして、うちフィッティング来てくれるお客さんの、まあ、多くの人がやっぱり純正シャフト入れてるじゃないですか、ドライバーに、はいはい、でも、こうほとんどの場合僕は長すぎるっていう提案をすることが多いんですよね。うん、実際でもちろんメーカーさんによってその純正のシャフトの長さってのは違うんですけども、大抵の場合はこううちの60度法っていうのを測ると、はい、45.5 インチ以上のものが多いんですよね。うん、で今回これ、まあ、ステルス の純正シャフト 45.75 インチなんですけども、はい、これが長いんじゃないか、つまり今回はアマチュアゴルファーにとって純正シャフトは長すぎるんじゃないか問題っていうちょっと長い問題を僕はちょっと今日解決しようかな。シャフトにかけて、はい、シャフトにかけて、うまい。ゆみちゃんに座布団1枚持って行って、じゃあ早速行きましょう。はい、ではたけちゃんに 45.75 インチ、うん、これが吊るしで売ってる。吊るしです、はい。はい、ので売ってもらいます。はい、お願いします。お願いします。そうね、長いよね。ちなみにグリップは買いましたよ。セイ！続いてゆみちゃんにも 45.75 インチのドライバー打ってもらいます。はい、ちょっと長いし、ゆみちゃんちょっと重いかもしれんけど、まあ頑張っていこう。はい、はい、お願いします。よし、確かにちょっと長いかな。ね、きます。 OK。 おー、ダフルな。はい、今度はですね、これ全く同じシャフト、スペックも全く一緒です。はい、同じさっきの S シャフトなんですけど、をバット側半1カットした45.25インチのドライバーを作りました。はい、はい、じゃあこれでいってみます。はい、では先ほどよりも半1短い、うん、45.25 打ってもらいます。はい、お願いします。お願いします。なんかいつもの感じ。おー、ナイス。いい音。はい、続いてゆみちゃんにも 45.25 インチのドライバー打ってもらいます。はい、はい、お願いします。お願いします。いきます。はい、オーケー。前の強くな。はい、続いてはさらにもう全く同じシャフトですよ、を今度元の純正から1インチカットしました。だから、44.75 インチのシャフト準備しました。はい、はいはい、では 44.75 インチをたけちゃんに言ってもらいます。はい、お願いします。うちそのくらい。そうやね、ゆみちゃんの45手前やから。なんかやっぱりたった1インチでね、20何ミリなんやけどね、短い。ナイス。はい、最後にゆみちゃんに 44.75 インチ、これ多分普段ゆみちゃん使ってるのに近い、はい、打ってもらいますね。はい、お願いします。あ、確かに確かに。うん、しっくりき、あ、きます、きます。はい、データを見てみよう。はい、改めまして、今回はですね、何回も言ってアマチュアゴルファーにとって純正シャフトは長すぎるんじゃも
すぎるんじゃないか問題なんですけどもちょっと長いよねこの名前自体が俺が作ったけど、これをね皆さんと一緒に考えていこうかなという動画なんですけども、はい、まずみちゃんこれじゃあ長いメリットって何ですか。はい、飛ばせる。なぜ？もうちょっと数値的な話で。ヘッドスピードが上がる。もちろんそうですね。要はクラブが、長いメリットは遠心力が、ね、当然大きくなることでヘッドスピードアップですね、うん、これがまあ一番 のメリットですけど、これ逆に考えましょう。逆に考えるとクラブが短くなってヘッドスピードが変わらなかったら何のメリットもないですよね、うん、むしろ、ミート率が落ちるので若干デメリットにもなるんですね。なるほど。だからまあこれね、基本的にロボットに打たせれば、クラブは長ければ長いほどやっぱ速く振れると思うんですけど、うんうん、人間っていうのはそれを振り切れるかどうかというか入ってくるんですよね。だから全員が全員長くすればヘッドスピードが上がるかっていうことはないんです、うんうん、で私のフィッティングなんかしてる限りはやっぱり、45.5 インチ以上になってくるとヘッドスピードが変わらない、もしくは落ちる人も多いんですね、うんうん、だからそれやったら本当何のメリットもないので、うんうん、ちょっと今回よく僕は純正シャフト 45.5 とか 45.75 は長すぎますよってことがやっぱ多いんです。46なんか使ってる人絶対長いですよってことが多いんですけども、まあ、今回その、ね、せっかく純正シャフトでなんででもそもそもこんな長さなんだろうっていうところにちょっと一回戻ってなちょっとしようかなと思いました。ほとんどのね、さっき言ったほとんどのお客さんは、僕のフィッティングを受けてくるほとんどのお客さんは、純正シャフトをそのままの長さでね、フローが少し短くしてフローがヘッドスピードがほとんど変わらない人が多いので、まあ、今回僕とデミちゃんもね、で2人でちょっとやってみて、まあ、ちょっとこの問題について考えてみようと。まあ、本当にね、中にはさっき言った逆転する人もおるぐらいですから、僕自身はやっぱそもそも多くのゴルファーが、に提供する目的で作られているこれ純正シャフトじゃないですか、うん、ってことはやっぱ長さが長すぎてデメリットになる人も多いってことは、そもそも純正シャフトの長さを短くすべきじゃないかっていうのをちょっとこのメーカーさんに訴えてるわけですよ、うんうん、はい、もう喧嘩ですよこれもはやいいの大丈夫大丈夫、まだコメント欄待ってます厳格に僕も対応しますからもういいことないと思うけど、そうですね、もう喧嘩ですわこれもはや勝手にこっちが打ってる喧嘩はい、まあいいですわ、はい、まあということで今回は、さっきもちょっとお伝えしたように、もう本当にステルスの純正シャフトの 45.75 インチそのままのものと、半インチカットした 45.25 インチ、さらに、半インチ、要は1インチですね、1インチカットした 44.75 インチのドライバーを僕とゆみちゃんが実際打ってみて、ヘッドスピードとか球筋がどうなったかっていうのをちょっとね、検証しようと思います、はい、でちなみになんで今回ステルスをテストドライバーにしたのだっていうふうに、皆さん思われてるんですけど、本当ステルスがどうこうとかじゃなくて、本当にもうたまたまこのシャフトが3本あったからこれを選んだと思ってください。このステルスの純正にこのシャフトが付いてる、ね、ステルスの純正シャフトが本当にこれ状態 45.7、うん、グリップだけは変えさせてもらいました、はい、カットしたんでね、うん、だからあとはもうだから条件は本当に長さ以外は全く一緒ってことですね、はいはい、じゃあ実際ここからちょっと僕とみちゃんが打った弾道を見ていくんですけども、正直まずヘッドスピードから言うと僕はまず面白いのが、一番純正ですね 45.7 一番ヘッドスピードが出るであろうやつが 43.2、半1カットした 45.25 は42.4 で 44.75 が 43.3 と、なぜか一番短いのが一番速いっていうのがもう支離滅裂な状態になってますね、はい、でゆみちゃんは実は一番33.6、33.2、33.3 と、まあやっぱ一番長いのが一番速いですけど、これも誤差に近いですね、うんうん、というかゆみちゃんの場合はほぼほぼどれも変わってない、うんうん、僕もまあ言うても 0.9 なんで、一番上と一番下がね 0.9 の差、まあそこまで誤差に近いですけど、それほどだから1インチ短くなってもあんまり僕はこの長さのメリットっていうのが見えないっていうのは、これも結構フィッティング受けてくるほとんどのお客さんに言ってます、うん、でボールスピードで言うと、実は僕もユミちゃんも実は真ん中の 45.25 インチが一番出てますね、僕が 64.1、ユミちゃんが 48.9 と、まあユミちゃんに関しては初速は一番出てないのは、一番長い、うんうんうんね、が出てないですかね、はい、で距離、とか、まあ、距離前スピンですね、ユミちゃん素晴らしいですね、オール2000台ですね、2815、2550、2800、これユミちゃんの参考した方がいいと思います。僕ね、あまりにこれ一つ言いますよこれもう本当言い訳がましくて大変申し訳ない、あまりにもゴルフをしてなさすぎて気づいたら3球とも逆球っていう俺こんな球打ってたっけ何ヶ月かブランカーと変わるの変わるんやね、しかも
このドローというか、まあ、フックみたいな売っててスピン量4,100、3,800、3,810って、もうなんかもう本当あのスピン量はそのまま残した状態で逆玉になるっていう、もうお値段そう据え置きみたいな、もうなんか自分でもちょっと今ちょっとあのちょっと分かってない状況が今であの、まあ、もちろんね僕にとっては柔らかいっていうのはあるにしても、こんな球打つかっていうような球を売ってますね。だからゆみちゃんとか参考になるんですけど、まあ、一応距離、一応ね、はい、距離ね、はい、僕は、まず一番長いやつが234で、真ん中が241、一番短いが232と、やっぱり僕はそうしてもこれやっぱ 45.25 って普段打ってるのが近いので、はい、あやっぱ僕は一番しっくりきたし、実際飛んでますね、うん、まあ、でゆみちゃんも実は、1番は 45.25 ですね、うん、で2番目がゆみちゃん普段使ってるのに近いですね、 44.75 で1番飛んでないのが、うんうん、一番長いやつっていう風に、やっぱりその長いメリットを始めちゃうゆみちゃん、ヘッドスピードが上がる前に飛ぶってみんな言うんですよ。長いメリットなんですか飛ぶって、まあもちろんもう飛ぶっていうのはヘッドスピードが上がるからっていう後付けがありますけどね、うん、でも飛んでないと、うん、だから僕もゆみちゃんも結果的に一番長いやつか、じゃあ一番要は純正シャフトがそのままが飛んでるかって飛んでないし、ゆみちゃんに関しては一番飛んでない、うん、僕のは、まあ44.7、これ両サイドが一緒ぐらい、うん、一緒ぐらいということで、まあ本当に、ちょっと不思議な感じだ。僕にとってこう 44.75 はあの短いから頑張って振らないかんのかなと思ってヘッドスピード上がったんですけど、短いと思ったよりフェース返ってくるのが早いイメージになりますね、うん、だから見たことないようなフックこんな球打ったことがないような球になるね。僕やっぱりこう安定感も含めてこれが、ゆみちゃんはでも本当にどっちが良かった、ゆみちゃんの感じは 45.25 と一番短いのがやっぱしっくりきた、うん、まあ一番普段打ってるからね、うん、でこれも今回多分一球勝負でやってるからあれですけど、うん、これやっぱりね長かった長かったり遠心力かかるとかそれだけ疲れてくるんで、はい、例えば変な話でダフったりとかっていうのが後半になってくると来たりするんで、うん、僕はやっぱりゆみちゃんはこの 45.25 はちょっと長いのかなと。だから一番、うん、一番長いの、うん、初めダフった練習。ああそうですね。やっぱダフるんですよ。しかも、うん、ゆみちゃんにかぶったらこれ重いですから、うん、一応ねあの純正のシャフトちょっと重いんで、うん、それもあってやっぱダフりやすいっていうのもあるので、うん、だから本当に、なんていうんですかね、決して長いのがいい、しかもこれ純正シャフトで入ってるやつなんで、うんうん、うん、ここはもしかしたら本当にあのもう少し短くしてもいいのかなっていうふうにはちょっと思いますね、はい。まあ結果的な話で言うと、まあ、僕もゆみちゃんもあの純正そのままの長さよりも、まあまあ、少なくとも、まあ、半インチは短い方、うん、で、まあね、1インチ、まあ、1インチまでいくとちょっとヘッドスピードが落ちる可能性もあるので、やっぱ半インチがこの真ん中のやつが一番、ね、結果出てるんですけども、これ初めにも話してますけど決して僕らだけの話ではありません。本当多くのゴルファーが 45.5 インチ以上の純正シャフトはあまり僕はメリットがないんじゃないかと。だから今回 45.75 っていうこのステルスのやつであったんですけど、大体がやっぱりこの長さか 45.、 少なくとも 45.5 ぐらいの純正シャフトが多いんですよね。だからもうちょっと短くしてもやっぱり純正シャフトってみんながだってそもそも自分の長さ知らん人も多いじゃないですか、うんうん、だからあのいつも来るフィッティングするそんな長いのっていう人が多いんですよ、うんうん、あの僕はこの長さ長いですよって言ったら、だからそもそも長さ分かってなくてそれが普通やと思ってるやつか、うんうん、それが吊るしで勝ってるわけですから、うんうん、だからそうなってきたら、うん、なんかあの大多数のアマチュアゴルファーがやっぱ手にするこの純正シャフトだからこそ、まあ、この僕フィッターとしてはぜひあのちょっと長さの見直し、まあ、もうちょっと短い純正シャフトを作ってくれてもいいんじゃないかなっていうのは思うので、まあ、長さの見直しってまではいかんでも結構なんですけど、もうこの検討課題になってくれたらメーカーさんの今後の検討課題になってくれたらいいなっていうのはちょっと本当に思ってます。あの、まあ、各メーカーさんの、ね、あの開発担当の皆様ぜひねこの動画を見てあの喧嘩越しに言ってます、やりましょう、やりバチバチにやりましょう犬も食わまあ、よろしくお願いしますチャンネル登録、高評価でたけちゃん、ゆみちゃん動画にすぐにアクセス、チャンネル登録よろしくお願いします。